このベンツに乗ってしまうと 100% 絶命してしまいます。結構世界的に有名な事件なんですよ、実はこれ事件なんですよ。事件、嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜日のやつ、やばっ、金曜ロードショーです。何その顔。今日はね、内容が怖いということで暗くさせてもらいました。やばいっすね、今日はやばいですね、結構、まあ、やっぱ車って便利じゃん。でもね、それって裏を返せばね、人を簡単に殺めてしまうとても危険な乗り物でもありますよね。ということで今日はやっていく都市伝説は呪われたベンツです。はい、どういうことかっていうと、このベンツに乗ってしまうと 100% 絶命してしまいます。じゃあこれは一体どこでいつ誰が買ったのかっていうことなんです、はい、1910年代の話で、オーストリアですね。まず一人目のフェルディナントっていうね、これオーストリアの皇太子です。まさか。で、何のために買ったかって言ったら、お嫁さんとね、結婚式のパレードを開くと。そん時ね、めちゃめちゃ盛大にやりたいから、その特別派手なベンツを作ってくれと。特注したわけで。すげえいいやつなんだ。うん、悪いやつではない。嘘でしょ。フェルニナンドやっけ、そいつがいいか悪いかで言うてる今。違う、皇太子の特注で悪くはないですよ。呪われたベンツですか。ただこの特注したベンツが後々の呪われたベンツになりますからね。射殺ですか。なんで言っちゃうのよ。パレードって言ってたから、海外の王族のパレードって狙われやすいす。狙われるね。で、この結婚式のパレードっていうのが1914年に開かれて、おお、4年後ベンツに乗ってわーってパレードやってるところを射殺されてしまうという、ね、誰がエルグランド。え、お前それエルグランドやな。車乗ってモデルやな。フェルディナンドの護衛をしていたポチオレック将軍というね、駆けつけた頃にはもうやられてしまったと。で、さらに隣にいた嫁さんも撃たれてしまったんですね。亡くなってしまいました。え、皇太子が撃たれるってなかなか、まずね、皇族がね、狙われるっていうのはね、もう今考えたらもうとんでもないことだからね。二人目誰が勝ったかっていうと、このポチオレック将軍です。ポチオレック、ポチオレック D 挟まんといて。この車を買ってからというものの、なんか様子がおかしくなってきまして、まあ将軍ながら結構戦争とか行くわけですよ。前線とか行って結構命令とか指揮とかするぐらいのね、お偉いさんなのよ。なんだけど、この人の作戦ミスによって3師団壊滅してしまいます。1師団が約1万人なんで、3万の兵士をここで失ってしまって、もうこれで責任を感じてしまって、もう頭おかしくなっちゃって施設に送られることになってしまった。精神病。その施設に送られてすぐに病気で亡くなってしまうと。亡くなった日っていうのが、このベンツを正式な購入者となってから20日後のことだったんですね。まあでもね、言うてね、まあこれだけで呪いって決めつけるのはどうなんだっていうところもありますから。そうだぞ。まだ2人しかいないからな。3人目はスメリア大尉ですね。この人はレックさんの参謀を務めていたわけ、まあ、結構幹部、頭切れ者、もうめちゃめちゃ仕事もできる、頭切れ者、もうめちゃめちゃ仕事も、もうめちゃめちゃ仕事も、もうめちゃめちゃ仕事も、なんとですよ、この人ベンツを買ってから9日後に交通事故で亡くなってしまった。うわー、ベンツも行かれたってこと。ベンツも行かれた。世界最速で魔を入れたり。交通事故が起きて、その、はい、周りの人が言うには事故の鳴り方がおかしかったと。急にスピードがなんかギューンって上がって、壁にゾーンってぶつかって、この時点で結構もう民衆もこのベンツマジでヤバいやろみたいな感じで噂が立つわけですよ。じゃあ次誰買ったか、ユーゴスラビアの知事ですね。呪われたベンツじゃねみたいなこともあったから、結構安いルートで買うことができた。そんなノリで購入します。で、4ヶ月持ってました。そうなんだけど、4ヶ月の間に4回交通事故でやってます。で、プラスこの4回目に起きた交通事故で右腕損失しました。もう切除せざるを得ませんみたいな、まあ、結構これ噂マジじゃんみたいな感じで思うわけよ、知事もね。今すぐこんなもん潰しまえってなったんだけど、そうはいかなかったんです。なんでかっていうと、次の購入者が現れたから。5人目の購入者はサーキス、知事の友達なんだよね。これ車大好きだったのよ。で、呪いもそんな信じないし、まあ、解体するぐらいなら俺にくれみたいな感じでもらいました。
1年後交通事故で亡くなりました。やばい。結構もうここまで死者が出てしまうと、もう噂がガチだってことで、もう手を出そうとする人もいないんですよ。まあでしょうね。それでもやっぱり世の中には物好きが多いということだね。まあ間違いない。オランダの宝石商人の人なんだけど、この人はね、今まで買った人とはねちょっと考え方が違った。ヨーロッパ中でね、もうなんならねバズってるわけよ。そうだから5万リツイートぐらい言ってんだよ。そうそうそう。俺宝石商人だから、これ持ってうまいこと利用すれば俺の人気上がるじゃん。なるほど。大金持ちやん、いいじゃんっていう感じで買うんすよ。1年後もうもはや車全然関係ない。なんか知んないけど発狂して自殺したんです。めっちゃやばい。原因が分かってないんです。もう続いて7人目の購入者はサミレスというスイスのレーサーだった。この人物は呪いを全く信じないタイプで車を購入した。そしてあろうことか呪われたベンツを改造してレース大会に出場してしまった。案の定交通事故を起こしてサミレスは帰らぬ人となってしまった。これまでの交通事故全部ね一緒のパターンなんだよね。スピードが急に上がって止めることもできなくなってもうジョーンって突っ込んで、ガチですからね。もう最後の購入者まだいる。冷静になってぐちゃぐちゃよくない、うん、修復ありとかじゃないよ。修復あり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 まくり。でも事故あるごとにちゃんと直して運転できてるんですよ、ね、原型ないでしょ。最後の購入者コルシュという男で、この人はね農業やってる人。ただこの人はね今までねこの車を乗ってきた人がどういう経緯をたどったかもう全部分かってるから、うん、めちゃめちゃもう安全に運転してるわけ、うん、なんか問題あったらすぐメンテナンスしてもうすぐ修理してみたいな、絶対事故らんようにしようみたいな感じでいるわけ。その結果事故ゼロです。すごいや。そうもう運転中も普通に運転できてるし全然事故ない、うん、ほうと、まあこのまま終われば、まだ動くんだね。何が起きたかっていうと、普通に運転しててエンジンが止まっちゃったわけ。あーでも故障か、まあいいや、もうすぐ直しに行こうっつって結構町の方まで牽引して、うん、なんとか持ってこうっつって持ってこうとするわけよ。よっしゃ出発するぞーって時に、なぜかその時にエンジンが復活して、ロマンでしょ。映画化した方がいい。もうね、もういよいよもうこの車もみんなビビっちゃいました。これ完全に呪われた車、もう誰も買わんわと思って自動車工場長に預けることにしたんですよ。預けた人がヘルシュ。もう預けられるこっち側としてももう嫌だったのよ、ね、こんな呪われた車預けてたらもう俺も行かれるかもしれんみたいな感じでめっちゃ拒否ってたんだけど、あなたしかいないんです預けてくださいって言ってなんとか預かったと。だからもう唯一この人だけ呪いと戦ったんですよ。お祓いをしたんです。なるほど。あとこれ真っ赤のベンツなのよ。真っ赤って嫌じゃん、うんうん、なんか血を連想するし怖いし、だからお祓いしてもう真っ青にすることにした。でもうこれで完璧だと。ダメだったんですね。ダメなの。マジでどうなったんですか。友達4人と合計5人でドライブしてたらもう例のごとくスピードがキューなんでドライブした。なんでドライブしたそれも呪いでしょ。まあでもそれも呪いかもしれんよ、ね、で結局とか乗ってた5人とも全員亡くなってしまったんですよ。これでもう終わりです。もう乗る人も誰もいなくなった。救命なくなったと。本当にもうみんなビビりにビビりまくってるから、うん、まあ、その子ですよね。オーストリア政府がじゃあもう私たちが責任持って預かりますと。だから今は政府が管理してます。まだあんの。そこなんだけど今でも生で見れるんですよ。映像あんの。映像画像。映像画像あるよ。見したい見したい。画像こちら。見したい。誰にこれがその車です。こういう系なん。そう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 。まあ言うても1910年代だから、まあ、こんな感じになってんだけど、あるってやばくない。今の話全部がガチってことですよ。そうそう、存在しちゃう。博物館に出すレベルだから。やばすぎる。絶対資料がある。そもそもなんでこれ呪われてしまったんだろうみたいな。そこですよ。まあそのいきさつをね、僕なりにちょっと考えてみました。まず事の発端ですよ。最初誰持ってた。皇太子。皇太子が1914年に結婚式パレードで撃たれて亡くなってしまったと、うん、これ聞いてある出来事を思い浮かばん。これ結構世界的に有名な事件なんですよ。実はこれサルエボ事件なんですよ。この事件をきっかけに第一次世界大戦に発展しためちゃめちゃ世界的に重要な事件。もうこの呪われたベンツ都市伝説がもう世界的に起きた有名な事件と関係してるっていう時点でまずすごいじゃん。でプラス射殺したの誰だって思わない。射殺したのってセルビア人。オーストリアとセルビアって結構バチバチしてた仲なの。だからこのオーストリアの皇太子が結婚してる様子をあんまいい気に思わなかったセルビア人が射殺したと。これらのことからもうこの呪われたベンツっていうのはオーストリアに長年不満を持った
セルビア人の怨念、または結婚式のパレードっていう晴れ舞台で夫婦揃って亡くなってしまった皇太子の怨念によるものなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。おっと、違うと、あれ、信じるしかないです。